来ました、高校生が来ました。じゃあ、サガン業応援のお店。じゃあ、森山さんいただきます。はい。ごちそうさまでした。じゃあ、皆さん、これは。噛み合わない二人。ピントも綾瀬。じゃあ、行きましょうか、皆さん。行きましょう。忙しいわ。これ、なんか応援のお店です。マスクしてください。こちら側の。はい。行きましょう。サイズ感がいい。家の食卓やね。もうほんまやで。本日はとりあえず、はい、4000円のコース料理になっておりまして、ま飲み物は別になってますんで、はい、各自お好きなものを。ありがとうございます。森山さん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、割り勘なんで1杯2000円もするような飲まんでくってください。もうそう、自分で払うんやったらないやろ、2000円も。じゃあ、いただきます。とりあえず先に、それは先に飲み物を皆さん選んでください。私はウーロン茶です。あ、プレミアムデブは入るんですかな。生か、生は何。いや、瓶ビールか。掘りごたつやで。瓶ビールもあると思う。明日もあるし。いいな、これ。あ、背もたれ。明日、晴れてよかったですね。よかったですね。奇跡的に、明日に向かって英気を養いましょう。はい、乾杯。乾杯。うまいわ。洗ってるビール。やっぱ洗浄かけてるビール。トスの氷はうまいわ。はい、コータロー食べます。コータロー、ごまカンパチ食べる。コータロー、ごまカンパチ食べる。ありがとうございます。コータロー、ごまカンパチ。これが九州の笑いと思われますよ。九州の笑いと思われますよ。九州の笑いと思われますよ。九州代表です、今。はい、ごまカン。ありがとうございます。これやっぱごまが、ごまの感じがうまいね、やっぱ。ホタテ、マグロの方に行くの、串です。マグロの方向でしょ。はい、いただきます。はい、最後、釜飯ですね。開けてみましょう。最後の料理でございます。おー、結構人が、これ全員分ですね。8人分、いただきます。4号というおっしゃってました。はい、結構飲みました。はい、結構ね、鳥栖って、駅周辺が結構居酒屋が多いんですかね。こんな感じなんや、これ。こんな感じで結構ね、見てると青いんで、なんか美味しそうな店も多いんで ね、いや、ちょっと非常に楽しそうっすね。というところで、また森山さん、マイクロバス送ってくれるんですか。あれ、森山さん、いやー美味しかったですね。美味しかったですね。やっぱ鳥皮うまかったですね。鳥皮なかった。すみません。お、失礼いたしました。佐々木クラス似てるよ。それよく言われる。いやでも声が本田圭佑に似てるんですよ。似てるよ。喋り方が似てる。声が本田圭佑。あれやればいいや、YouTube。1.25 倍速にするともっと似てるんですよ。あの人の名言何やったっけ。超気持ちいいでしょ。伸びしろですね。やべえ、俺今同じこと言おうと。伸びしろですね、言ってくださいよ。やばい、このちょっと線もいきます。言わないです。もう言うてもってね、一回言ってね、本気出して言わへんね。伸びしろですね。この僕のチャンネル伸びしろですねっていうのはちょっともう言うてもってね。難しいっすね。言うてもってるやんけ。言うてるやんけ。いや、もうギブソンさんの方がいいっすよね。そうだった、俺たちはハイエースで来たんだ、忘れてた。はい、というところでね、結構買いましたね。飲んでからまた編集してからアップしながら動画アップしたからね、忙しいですよ、本当にね。飲んでから、明日は、4時起き、明日5時にロビーですね。これで4時出発、4時起きぐらいでいいかな。お風呂入ってたら大丈夫かな、まあ、というところです。はい、はい、今ね、こんなおしゃれな、店で短いですね。たこ焼きが売ってます。なんか大阪のたこ焼きで、焼き鳥の鶏皮があります。こんな店ないわ。焼き鳥も鶏皮もある店、焼き鳥もたこ焼きもある店ということでテンション上がっております。